こんにちは、パワミです。本日はシェアポイントリストからデータを取得する方法と自動更新設定の方法について Excel との違いも一緒に説明します。本日の流れです。はじめにシェアポイントリストとは何か、 Excel との違いも一緒に簡単に説明します。その後、実際のパワー BI 画面でシェアポイントリストからのデータ取得方法とデータの自動更新設定の方法を解説します。シェアポイントリストはシェアポイントサイトで作れる簡単なデータベースです。 Excel からシェアポイントリストを作成する方法も解説しますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate 等 Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめに、シェアポイントリストはオンライン上で共有できる簡易的なデータベースです。最大3000万件まで登録することができます。Excel は最大100万行までなので、シェアポイントリストは Excel の30倍のデータを登録できますね。とはいえ、Excel の100万行でも多くの場合、十分なデータベースとなりうると思います。Excel の場合、シェアポイントサイトに格納して、シェアポイントフォルダーからデータを取得することで、Power BI のデータ自動更新設定も可能です。シェアポイントフォルダーからのデータ取得と自動更新設定方法は以前の動画を参考にしてください。それでは、シェアポイントリストと Excel では何が違うのでしょうか。シェアポイントリストと Excel オンラインのメリットとデメリットを簡単に表にまとめました。特に赤字の部分は私が重要だと考える箇所です。そもそもの話として、シェアポイントリストはデータベースですが、Excel は表計算ソフトなので、データベースとしてはシェアポイントリストの方が優れています。とはいえ、普段使い慣れている Excel をデータベースとして使い、Power BI で取り込むのはよくある使い方だと思います。この前提でのシェアポイントリストと Excel の比較になります。まず、シェアポイントリストの長所は、データ型やデータフォーマットを整えやすいこと、リストごとにアクセス権の設定が簡単にできること、Power Apps や Power Automate と Power プラットフォームとの連携が容易である点があります。Excel よりも簡単にデータ型の指定や選択肢の設定ができますし、Power Apps のデータベースとして利用するならば、シェアポイントリストは Excel よりも優れています。一方、シェアポイントリストの短所として最も大きな問題は、2万件以上のデータは表示制限がある点です。シェアポイントリストは最大3000万件まで登録できますが、登録数が2万件を超えると、列での並べ替え等でエラーが起きます。これは最終的に Power BI のレポートのデータソースにする分には問題なく、あくまでシェアポイントリスト上でデータを見ようとした時に起こる問題です。ちなみに2000万件以上というのはシェアポイントリストのモダン UI の方で、以前のクラシック UI の方は5000件以上のビュー制限があります。もう一つ、すでに作成したシェアポイントリストに Excel からデータをインポートできないのも使いづらい点です。これは主にシェアポイントリストのメンテナンス性に影響します。例えば組織一覧等をシェアポイントリストにしているとき、新年度になったときに組織編成があればシェアポイントリストも変更が必要になります。シェアポイントリスト上でのデータ修正は若干使いづらく、できれば Excel からインポートをしたいと考えます。しかしこのとき、既存のシェアポイントリストに Excel からデータをインポートすることができません。Excel からデータをインポートした場合、必ず新しくシェアポイントリストが作成されます。次に、Excel オンラインの長所と短所です。まず長所は、複雑な数式の設定ができること、色をつけたり見やすいデザインにできること、ピボットテーブルが使えること、大規模データが表示できることなどです。特に見た目のデザインはいろいろと変えられるので、Excel 上でデータを見たい場合は良いと思います。短所としては、シェアポイントリストのように配多制御ができないため、複数人同時での書き込みは困難です。
Excel オンラインでの共同編集は可能ですが、新しい行にデータを追加するときは同時に書き込みをすると混乱する可能性があります。一方で SharePoint リストは2人が同時にデータを登録しても、一方の登録が終わるまでもう一方の登録を待つ配達制御をしてくれるので、データの整合性が保たれます。このような感じで SharePoint リストと Excel は一長一短ありますが、最終的に Power BI レポートでデータを可視化したい場合は SharePoint リストがデータベースとしては優れていると思います。すでにデータベースが出来上がっていて、新たにデータの登録等をしない場合は Excel でも SharePoint リストでもどちらでも良いと思います。それではいよいよ Power BI で SharePoint リストからのデータ取得をしていきます。まず Power BI で SharePoint リストのデータを取得する際の全体の流れを説明します。はじめに SharePoint リストでデータベースを作成します。次に Power BI デスクトップアプリから SharePoint リストに接続し、リストのデータを取得します。取得した SharePoint リストのデータを使ってレポートを作成したら、 Power BI サービスにレポートを発行します。 Power BI サービスにレポートを発行したら、 Power BI サービス上でデータの自動更新設定をします。それでははじめに SharePoint リストでデータベースを作成していきます。 SharePoint リストは Office 365サービスに入っています。 SharePoint リストの作り方はとても簡単です。ホームタブから新規リストを選択します。空白のリスト、 Excel から既存のリストからが選べます。はじめに空白のリストから作成してみます。リスト名を入力し、作成をクリックします。 SharePoint リストが作成されました。ここに登録するデータの列を追加していきます。この時、一番左のタイトル列は初めから存在する列です。一行テキスト型のデータとなっているため、列名を変えて使っても良いですし、必須入力を解除して使わないようにしても良いです。PowerApps等でも使う場合は、内部名がタイトルとなり分かりづらいため、使わない方が良いと思います。今回は Power BI でレポートを作成するだけなので、列名を変えて使ってみようと思います。タイトルの列名を変える場合、ドロップダウンから列の設定、名前の変更で変更することができます。新しい列を追加する場合は、列の追加をクリックします。データ型はテキスト型、数値型、True/False 型、日付、時刻型などがあります。例えば日付と時刻を選んでみます。列名を入力し、データの形式を設定できます。日付、時刻型の場合、時間を含めるかや規定値が設定できます。その他のオプションでは、必須入力列であるか、重複を許可しない1位のデータであるか等も設定できます。保存をクリックしたら列が作成されます。日付データを取得する場合、タイムゾーンを日本に設定する点に注意してください。デフォルトの設定ではタイムゾーンがアメリカになっている場合があります。確認するには、右上のギアアイコンからサイト情報を選択します。すべてのサイト設定を表示をクリックします。地域の設定を選択し、タイムゾーンが UTC+9、大阪、札幌、東京に設定されていることを確認します。設定を変更した場合、右下の OK をクリックして保存します。もう一つ、すでに Excel でデータがある場合、Excel を SharePoint リストにインポートすることもできます。Excel をインポートする場合、はじめに Excel ファイルの方でテーブル設定が必要です。Excel を開き、テーブルの範囲を選択します。挿入タブからテーブルをクリックします。OK をクリックすると、Excel のデータをテーブルにできました。これを SharePoint リストに取り込みます。SharePoint サイトのホーム画面に戻り、新規からリストを選択します。
Excel からを選択し、ファイルアップロードします。ファイルのデータが読み込まれると、列のデータ型が自動的に判定されます。データ型が異なる場合、ここで修正します。次へをクリックします。リスト名を入力し、作成をクリックします。これで Excel から SharePoint リストが作成できました。次に Power BI デスクトップで今作った SharePoint リストのデータを取得し、レポートを Power BI サービスに発行します。Power BI デスクトップを開き、データ取得から詳細を選択します。SharePoint と検索し、SharePoint オンラインリストを選択します。SharePoint リストと SharePoint オンラインリストはあまり違いはありませんが、SharePoint オンラインリストを選ぶと、SharePoint リストに表示している列だけを取り込むことができます。SharePoint リストには、見えている列名の他に、ID 列や登録日時列などいろいろあり、普通に取り込んだ場合、これらすべての列データが読み込まれます。Power BI デスクトップから取得する際、指定するサイト URL には、SharePoint サイトのホームタブをクリックした時の URL を貼り付けます。実装で 2.0 ベータを選択すると、SharePoint リストで表示されている列データのみ読み込みができます。詳細設定オプションの表示モードをすべてから規定に変更し、OK をクリックします。この時、Microsoft アカウント認証が出た場合は、Microsoft アカウントを開き、自分のアカウントでサインインした後に接続をします。対象のリストを選択したら、データの変換をクリックします。Power Query Editor にデータが読み込まれました。データ型を確認し、閉じて適用をクリックします。SharePoint リストのデータが読み込まれたら、レポートを作成します。レポート作成後、発行をクリックし、Power BI サービスの任意のワークスペースにレポートを発行します。Power BI 無料版を使っている場合は、My Workspace のみ発行可能です。最後に、Power BI サービスでデータの自動更新設定をしていきます。Power BI サービスの発行先のワークスペースを確認します。Power BI デスクトップから Power BI サービスにレポートを発行したとき、必ずレポートとデータセットの2つがセットで発行されます。データの自動更新設定は、このうちデータセットの方で行います。データセットの3点リーダーをクリックし、設定を選択します。この時、データソースの資格情報の更新の警告が出ている場合、ここを更新する必要があります。スケジュールされている更新を開き、データを最新の状態に保つをオンにします。更新の頻度は毎日か毎週を選択できます。時刻は別の時刻を追加で設定できます。例えば、AM 4時、PM 20時と設定すれば、毎日朝4時と夜20時にデータが自動更新され、Power BI サービスに発行されたレポートも更新されます。時刻の設定が終了したら、最後に適用をクリックしましょう。これで更新スケジュールの設定ができました。本日は SharePoint リストからデータを取得し、自動更新設定をする方法を解説しました。SharePoint リストで直接データを見る場合、2万件以上は表示制限があるため注意しましょう。SharePoint リストは Power Apps と連携したり、Power BI のレポートでデータを見る場合はとても有用だと思います。データベースとして使いたい場合は、Excel よりも優れている点が多いので、ぜひ使ってみてください。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。